はい、こんにちは。中学受験さくららチャンネルの滝谷直樹です。今日はね、偏差値65 a の算数、割り切れる余りのあるね、約数が絡んだ問題やってみましょう。この中学受験さくららチャンネルは、この私滝谷直樹が塾業界35年間の経験とノウハウをすべて公開していくっていうチャンネルです。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では早速やってみましょうね。余りのあるね、数のね、1足りないっていうやつなんですよね。巣鴨中の問題です。5で割ると4余り、8で割ると7余り、13で割ると12余る数の中で1000以下の整数は四角ですとね。ちょっと整理してみましょうね。その数をですよ、5で割るとね、残念ながら4余る。次8で割ると残念ながら7余る。13で割ると12余るって言うんですね。でもね、これね、書き出す必要ないんですよね。これだって5割ると4余るってことはよ、これあと1つ足りないわけでしょ。あと1足りないんですよ。5で割り切れるかなと思ったけど、あと1足りないから4余るんです。で、8で割ると7余るってことはね、これもまた、いや8で割り切れるかなと思うけども、あと1つ足りなくて、割り切れない、7余っちゃうわけです。そうだとすると、13で割ると12余るっていうのもね、あと一つだっていうところで割り切れないんですよ。ってことはね、これはね、5と8と13の公倍数にあと一つ足りないってことなんですよ。だからこの5と8と13の公倍数引く1ってことなんですよ、答え、ね、そういうこういう数は。5で割ると4余り、8で割ると7余り、13で割ると12余るっていうのは、実は5と8と13の公倍数に1を引いた数ですよって言ってるわけです。だから5と8と13の公倍数まず出しますね。これ残念ながらね、これね、全く重ならないんですよ。全然重ならないんです、5と8と13の公倍数って。5と8の公倍数がそもそも40でしょ。で、40と13の公倍数が全然重ならないんですよ。なぜならば13素数だからね。全然40と13重ならないんです。ってことはもう 40×13 なんですよ。ね、0、ね、資産12、520。これね、5と8と13の最小公倍数がまず520なんですよ。ってことは、その520に1を引いた519は、4で割ると1余り、7で割ると、あ、5で割ると4余り、8で割ると7余り、13で割ると12余る数ってことなんです。で、念のために次を考えると520の2、2倍ね。次の520の公倍数。これ、まあ、1040ですよ。で、ここから1040から1引いても、これ1039で1000超えちゃいますからね。1000以下の整数はいくつですかって言ったら、もうこれ519で終わりです。余りが絡んでる数を求めるときに、5で割ると4余る、ね、1足りない、8で割ると7余る、1足りない、13で割ると12余る、ね、1足りないってときには、これ公倍数の引く1なんだ。で、5と8と13の公倍数求めにくい、全然重なってないな。まあ結局で 5×8×13 でいいんですけどね。520の1引いたものが答えです。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価、メンバーシップも、たまにお願いします。では今日はここまでにしましょう。